ちょっと吉野さん、なんで休憩入ってるの？本当にありえない。派遣のくせに勝手に休憩入るとかマジで無理。だから派遣は常識ないから嫌いなのよ。私の指示がないのに勝手にオフィスから出るな。あの、指揮命令者の伊藤さんからの指示ですよ。12時になったらソフトを休憩ステータスにして休憩に入るようにと指示されています。だから何？伊藤は私の後輩なんだから私の方が上なの。私の命令を聞きなさい。私たち派遣は原則指揮命令者の指示通りに働くことになります。指示の範囲内なら他の人の指示も聞きますが、この場合は該当しないですね。ということで、私は沖縄料理の店に並んでいますので、ここのタコライスランチはスープとサラダまでついて、なんと驚きの600円。ありがたいありがたいありがたい。はあ？何？あんた派遣のくせにランチ堪能しようとしてんの？ありえないわ。てかタコライスって何？タコ入ってるの？いいえ違います。タコライスは、いや、あんたの説明とかどうでもいいわ。そういえば吉野さん、社員食堂で食べてる時ってあんたいつも肉系食べてるよね。もしかして魚介類にアレルギーでもあるとか？ん？ほらどうなのよ、魚介類ダメなんじゃないの？怖い。え、何、魚介類怖いの？わあすごい、魚介類怖いな。魚介類見ると涙が出ちゃうな。なに、あんたそんなにダメなの？ふふーん、ええことしたわ。来た、タコライス来た。ちなみにタコライスは沖縄でよく食べられている料理。スパイシーなひき肉とレタスやトマトをご飯の上に乗せて食べる。このスパイシーな感じが夏にたまらん。うむ、美味。はあ、もういいわ、面倒だし。とにかく伊藤がうんちゃらかんちゃらとかそういうのどうでもいいの。私の方が伊藤よりも先に入ったんだから偉い。派遣は私の仕事やってりゃいいのよ。くぅ、うまい、うまうまうまいうまい。私の名前は吉野。短期メインの派遣会社で働いています。今派遣されているのは文房具メーカー。職場の雰囲気はあまり良くありません。常に人手不足なので派遣を入れているのですが、例えば3ヶ月契約の派遣でも1週間で逃げていったりするのです。もうお分かりだと思いますが、原因はあの直子さんというおつぼね。他の社員さんたちも相当いびられているみたいです。さて、魚介類が怖い、魚介類が怖い、美味しすぎて怖いと怖い怖いアピールをしていたら、数日後直子さんから食事に誘われました。しかもおごってくれるというのです。来た来た来た。あー、仕事忙しいわ。私今日残業になっちゃったのよね。でも18時半に予約しちゃったから困ったわ。お店に迷惑かけちゃうし、吉野さん一人で行ってくれる？あなたアホみたいに食べるから二人分食べられるでしょ。ふふふ、余裕ですね。でも私は二人分を支払うほどの余裕はないです。結構高級な感じのレストランだし。それは大丈夫よ。だって吉野さんには絶対に食べてもらいたいし、コースだから予約時点で払っておいたの。わお、太っ腹。だから絶対に食べてよ。上司がお金を払ったんだもの。食べなかったらどうなるか分かってるよね。食べなかったらお腹ペコペコグーグー。というかもうお腹がぺったんこです。うん、いい感じね。じゃあそういうことだからよろしく。優しい上司の心遣いを堪能してちょうだいね。1時間後。さあ吉野さん、どんな感じ？コースは順調？あ、魚介類アレルギーのあんたのために3万も払って2人分予約したのよ。派遣なんだから上司の心遣いを無駄にできないわよね。全部食えや。お腹が。え、何、症状出たの？ウケる。貧乏派遣のあんたは知らないだろうけど、そこのレストランって魚介類メインなのよね。でも私は悪くないわよ。だってその場にいないんだから。私は強制もしてない。ただ食べないと上司の顔が立たない、そう言っただけだからね。お腹が大爆発しそうです。そっか、アレルギーってそういう症状出るのね。いや、そうじゃなくて。え、
さすが一人1万5000円のコース。出てくるものすべてが美味しすぎてお腹が大喜びダンス状態、最高かよ。魚介類ふんだん、海の幸、今私は潮風を感じています。は？何言ってんの。だって吉野さん魚介類ダメなんでしょ。私がいつ魚介類ダメだと言いました。大好物ですよ。は？ふざけんな。あんた私を騙したの。ダメだなんて言ってないですよ。魚介類大好きなので美味しすぎて怖いと言っていただけで。ああ、本当に夢みたい。最高です。ふざけんな。あれ、直子さんどうしてそんなに怒ってるんですか。あんたが魚介ダメだと思ったから。私がアレルギーだと思ったから魚介類が有名なレストランを予約したんですか。それって悪意ありありですよね。こわこわ。アレルギーは命を奪うこともあるって知ってますか。いや、ちょっと派遣が生意気だったから懲らしめてやろうと。それで私の命が失われていたらどうするつもりだったんですか。おお、怖い怖い。そしてうまい、激うま。このレストランは最高。じゃあ、あんたの本当に怖いものって何なのよ。それはシュークリームですね。シュークリーム？そうなんです。特にたっぷりクリームが入ったやつ、夢に出そうなくらい怖いです。そういうことは早く言いなさいよね。当然のごとく、次の日シュークリームを持って出勤してきた直子さん、それを見た上司たちからめちゃくちゃ怒られていました。先に報告しておきましたからね。アレルギーの人間に、これは勘違いでしたが、無理やり食べさせようとしたのか、最低だ。それに今度はシュークリームが怖いと聞いて持ってくるとは、意地が悪すぎると怒られ大泣きする直子さん。ヒックヒック、あ、私悪気はなくて、ちょっとコミュニケーションが行き過ぎちゃったというかーんと、チラチラ上目遣いで上司を見るも、そんなのが通用するほど世の男性はアホではないでしょう。上司たちは余計に激怒、直子さんは処分を受けることに。私はシュークリームが食べたくて見つめていたのですが、上司が持って行ってしまいました。残念、処分は。でもそれを見た指揮命令者の伊藤さんが、よくやったと、有名なパティスリーで使える商品券をたくさんくれて、思わずシャキーン。たまらない、ここのシュークリームふわふわクリームで本当に大好きなんですよ。いっぱい買って帰りましょう。吉野と派遣会社社長の LINE。 お疲れ様、吉野大変だったね。茜こそ夜遅くまで仕事して大変、偉い、すごい。ありがとう、シュークリームの差し入れ最高だったよ。でも茜が作るシュークリームが一番好き。甘いのにしつこくない、皮がサクサクしてるやつ、マイベストオブシュークリーム。ありがとう。じゃあまた今度吉野のために作るね。無理せずできる時に。茜は忙しい、休める時は休むべき。本当に吉野ありがとうね。そういえばあの直子さんって人はどうなるの。以前から派遣や他の社員に対するいびりが問題になっていたみたい。でも録音できないような小さい声で嫌味言ったりとかで、なかなか証拠が取れなかったらしいよ。 LINE とかメールとかでは優しく接してたみたいだから、めちゃくちゃ性悪だよね。でも私には LINE で本性を出してた。なぜ。吉野はつかみどころがないからな。まさかこんな反撃されると思ってなかったんじゃない。なるほど。それにしても魚介類美味しすぎるから怖いは笑ったわ。落語のまんじゅう怖いだっけ。そう、怖いものを聞かれてまんじゅうと答える話。その人への嫌がらせにみんなでまんじゅうを買い込んで持ってくる夢のような話。オチが最高。え、オチなんてあるの。まんじゅうが怖くないとバレた後に、じゃあお前の本当に怖いものは何だって聞くんだよ。で、なんて答えるの。この辺で濃いお茶が一杯怖い。私もしょっぱいものをたくさん食べたから、そのあたりでシュークリームが怖くなった。なるほど、吉野にぴったりの落語だね。直子さんはこれはハラスメント、いびりと大騒ぎしたけど、直子さんの性格は最初からバレているわけで、しかもアレルギーの人を狙うのは今回が初めてじゃなかったみたい。やり方も巧妙で、
例えば蕎麦アレルギーを持っていると聞いたら、毎日のように隣の席で蕎麦を食べたり、小麦アレルギーの人にはクッキーやビスケットをプレゼント。証拠になるような感じではなく、微妙なことから中には嫌がらせに気づいていない人もいたみたいですが、絶対に許せん。食べ物の恨みは怖いのです。それは皆さんも同じ。結局会社に居づらくなった直子さんは実家へと戻っていきました。しかし食べ物で嫌がらせをしたので、食べ物による因果応報が待っていたのです。私には大歓迎の内容ですけどね。かゆうま。何がうまいのよ。いや、かゆと言ったらうまでしょ。うまと言ったら鹿くらいのものですよ。ブラックと言ったらサンダー、ホワイトと言ったらチョコレート。ふふ、やっぱり私はチョコレートが好きですね。かゆい、助けて、もう嫌よ。でもうまうまですよね、自然薯。いやー、直子さんのご実家から会社に自然薯や野菜が送られてきて、私もお裾分けをいただきました。最高ですよ。食べ物で悪さした人間は食べ物で困れって言って、両親が自然薯の処理をさせてくるの。おめみてなやつは仕事しろだっぺって。他にもうちは農家だから、朝から晩まで畑仕事に、それから山菜の下処理。かゆう。うまだから。ちなみに今日は自然薯のとろろご飯、仲良しの居酒屋に行って麦飯分けてもらってきた。とろろといえばやっぱり麦飯、ブラックといえばサンダー。何言ってんのよ、あんたいいから助けろ。かゆい。スマホなんか使ってるともっとかゆくなるのでは。それではこれからまた自然薯のお裾分けに行きますので、アデュー。助けて。その後、ちなみに自然薯でかゆくなった手は酢水で洗うとかゆみが取れるみたいです。居酒屋の店主にお裾分けに行ったら教えてもらいました。助かった。実は私もかゆかゆで困っていたんですよね。でも直子さんには教えませんよ。直子さんは実家でビシバシされているみたいで、よかった。そんなことはどうでもいいので、自然薯を楽しみましょう。とろろご飯も美味しいし、山かけもまだまだあります。自然薯怖いって言ったらもっともらえないですかね。ズバリ言うわよ。え、細木和子？昔テレビでバッサリ言ってた番組あったな。ちょっと昔の番組思い出してんじゃないわよ。こっちは怒ってるんだから。あー、すみません、ついつい懐かしいセリフを聞いたものですから。アシスタントのタッキー、かっこよかったですよね。確かに、じゃないのよ。私を巻き込むのやめてくれる？はあ。で、マミコさん、なんか用ですか？ズバリ言うわよって言った割に言ってませんけど。あんたが余計な話するからじゃない。はあ、ほんとイライラするわ。ダメですよ、イライラしちゃ。血管止まっちゃいますよ。いい加減話させろ！くぅ、仕方ない。あんた、私のママ友に変なことふっかけたみたいね。変なこと？ああ、マミコさんはメタボ予備軍になったって話ですか？はあ？あんたそんなこと言ったの？いえ、言ってないですけど、もしかしたら私が話したのかと勘違いしたのかなって、近所のママたちで噂になってたんで。噂？え？私が予備軍になってるって？はい、そろそろヤバくないって噂してましたよ。知らない方が良かった話よね、絶対それ。てかそのことじゃない、もうまた脱線。すみません、今日はなんだかいろんな話が浮かんじゃって。メタボ予備軍の話じゃなくて、ママ友に私からお金返してもらえって言ったでしょ。昨日返してって言ってきやがったのよ。ああ、はいはい、言いました。クミさんですよね。そうよ、あのクミ、余計なこと言いやがって。クミさんこの間離婚したじゃないですか。それでお金ないって言ってたんで、じゃあマミコさんからお金回収しないよって言ったんです。あのクミは何も考えてないママだったから、うまいこと使えてたのに。マミコさん、いつもランチに100円しか持ってきてなくて、残りはクミさんに支払わせてたそうですね。いつか倍にして返すとか言って。そうよ、あのクミさんはお金大好きだし、そうやって言えば簡単に出してくれてたのよ。
簡単に信じるなんてさすがあのクミさんだわ。離婚歴多くてドキュンで信じるクミさんもどうかと思うけど、さすがに不憫だからアドバイスしたんですよ。ほんとマミコさんって名前の通りですよね。それって名前の通り美魔女ってことよね。いやさすがにメタボ予備軍は美魔女とは言えないっす。どっちかって言ったら魔人ですね。はぁ、ムカつく。クミさん今慰謝料と養育費で大変でトリプルワークしてるみたいですから、ちゃんと払ってやってくださいね。このヒーロー気取りが。私はツッコミ担当のカンナ、36歳の主婦で会社員の旦那と小学生の娘の3人暮らし。今回の相手は態度と体型が豊満なマミコさん。旦那さんをも手下のように扱っていて、名前にふさわしいほどの魔人っぷり。そんな魔人さんはクミさんに金を返しておらず、これから数日後マミコさんからまた LINE が。カンナさん、あんた私をバカにしてるわね。その心笑ってるね。あ、出た、豊満な爆裂ママ、マミコ。エンタの神様風に言うんじゃないわよ。すみません、昨日特番で放送してて久しぶりに見て爆笑しちゃって、つい。たく、ほんとカンナさんってイラつくわ。あ、ていうかマミコさん、クミさんにちゃんとお金返しました？は？まだだけど。それが？早く返してくださいよ。てか返さないと最近クミさん水道水とかば焼き屋さん太郎しか食べれてないって言ってたんですから。なことより私はあんたに文句が言いたいの。文句？え、私何かしましたっけ？あんた今度仲のいいママたちと海鮮浜焼き食べ放題に行くそうね。な、なんでそのことを？なーぜー。はい、出た、それも昔やってた番組。謎を解け、まさかのミステリーですよ。あれも面白かった、家族で見てて推理してたんですよ。はいはい。で、本題に入るけど、どうしてその食べ放題にこの私が誘われてないのかしら？え、なんでって当たり前じゃないですか。は？当たり前？だっていつもランチに100円しか持ってこないんですよ。昔の駄菓子屋じゃないんだから、そんな人を誘うと思います？それはそれ、これはこれ。いやいや、そんなの通用しませんって。もう予約も済んでますし。そんなの今から追加すればいいじゃない。私の分を追加予約して。シンプルに嫌です、ごめんなさい。この私が予約しろって言ってるのに命令に従わないですって。イエス、高すっかりに行く。あ、そう、じゃあ毎日カンナさんに LINE で連れてけって送るわよ。ブロックすればいい話ですけどね。じゃあカンナさんの家のポストに毎日バナナの皮入れたり、鍵穴に粘土突っ込んだりしてやる。いや、鍵穴の型取り、思わず粗品風に突っ込んじゃった。はいはい、わかりましたよ。予約すりゃいいんでしょ、予約すりゃ。やっとわかったみたいね。私を怒らせると怖いってことが。そりゃそんな体型でうちに来られたら。そっち？あ、今予約できましたよ。今週の土曜の午前11時からで、国道沿いにある海の家でやってるみたいです。ありがとう、カンナさん。お金は現地でちゃんと払うから。はい、お店の方が困りますし、ちゃんと払ってくださいね。楽しんで。私に脅す宣言をしてきたマミコさん。ポストにバナナの皮や鍵穴に粘土って。地味に困るやつなんで、私は従うことに。しかしこの私がクミさんと同じようにやすやすと従うと思ったら大間違い。そして浜焼き食べ放題を迎えたマミコさんは。カンナさん、今さっき着いたわよ。で、もうエビとかサザエ焼いてる。あー、そうですか。新鮮で海の味がして超美味しいわ。みんなの分も食べちゃおうかしら。みんなの分？カンナさんたちが来るの遅いから、私が全部食べちゃおうかなって。いや、やめてくださいよ。あー、それと食べ放題のお金なんだけど、今日財布持ってくるの忘れちゃって。え、いつもの100円も持ってないんですか？そうなの、忘れちゃった。だからカンナさん、代わりに払ってくれない？てめえは私を怒らせた。え？なんて、今日は別に怒ってないですよ。だって私たち今日じゃないですもん。は？何が？浜焼き食べ放題、
今日はマミコさんの分しか予約してないです。だから私たちはそこに今日現れませんよ。はぁ、だってマミコさん予約しろって言ったじゃないですか。鍵穴に粘土詰めるって脅してきたし、もうピカチュウかっていうくらい指示に従ったんですけど。行け、カンナ、予約だ。予約は追加予約ってことよ。あんたたちの浜焼き食べ放題に。それは嫌です。だって絶対金払わされると思ったし。そしたらやっぱり今日は100円も持ってきてないじゃないですか。いや、それはっていうか、お店に行った時に気づかなかったんですか、自分しか予約されてないって。この海の家、老夫婦で経営してて、予約の確認や説明がなんかふわっとしてたのよ。だからなんかあんまり聞いてなくって。予約確認の時に気づくと思ってたのに。まあでも新鮮な海鮮食べれてよかったですね。ま、待って、実は私本当に財布持ってきてないの。マミコさんは平気で嘘をつく。へーへーへー、マミコさん三平獲得。トリビアの泉風に言うのやめて。ねえカンナさん、お金貸して。もう私結構海鮮食い散らかしてるし、これじゃあ無銭飲食になっちゃう。嫌ですよ、ドブに捨てるようなもんですし。ドブとか言わないでよ。ほら、今ならスマホ一つで送金できるじゃない。あー、そんなことよりマミコさん、やばいですよ。え、何が。クミさんがマミコさんの家に誓約書持って突撃してるみたいです。はぁ、あ、マミコさん、2ヶ月前くらいにクミさんから書かされてたらしいじゃないですか、誓約書。あー、そうだった。クミさんも忘れかけてたらしくて、でも今思い出してマミコさん宅に押しかけてるそうです。あのクミさんが。やめてよ、強引にでも入ったら警察に通報してやる。無駄ですよ、あのクミさんには失うものがないんで、通報されても平じゃないですよ。そんな、あったんだから LINE だわ。お、なんて来ました、ワクワク。お金払ってないのがバレた。ウェイ、クミさんよくやった。さすが何度も離婚してるだけのことはあるわ。じゃあ私今からヒーローの再放送を見るんで、さよなら。ちょ待てよ。その後、マミコさんは旦那さんへお金を送金してと連絡しますが、クミさんの襲撃により手が離せず、マミコさんは老夫婦の通報により無銭飲食で逮捕される羽目に。署に連行され、旦那さんが迎えに行き、老夫婦に料金を支払って解決したそうですが、今回の件とクミさんのお金の件が重なって、旦那さんは呆れを通り越して無。マミコさんが謝っても空気のように扱われ、その1ヶ月後には離婚。無視されていたのに慰謝料はしっかりと請求されていて、現在は近所で誰が住むのと言われている有名なボロアパートに一人で引っ越し、トリプルワークしながら返済しているそう。クミさんは無事にお金が戻り、今はちゃんと米が食べれてるそう。一方で、私も後日ママたちと海鮮浜焼き食べ放題を堪能。今回はとんだ魔人に絡まれましたが、しっかり制裁できてよかったです。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。